続いては大竹新志向有録毎週水曜日は北郎さんですはいこんにちはこんにちは。俺とねちょっと関わりがあるね絵本作家の瀬名恵子さんが92歳で亡くなってた君と関わりがある瀬名恵子さんのね DVD とか全部俺が絵本を読んでるそうなんだそう だからちびくは多分俺の声で育ってるという何本も撮ったら、えー、お化け,け,けのなんとかって,って、ね、そうそうこの辺のものを全部やってる、うん、そんなことしてたんだでね、うん、いや瀬名さんのねお会いしたこともあるんだけど、うんはい、あのこの今までのねお化けっていう先入観を変えたんだよねこの人怖いっていうものから可愛、うん、い,いお化けなんだ<ー>とってつもなく だからそういうこう革命的な人なんの。読んだことある？ちっちゃい頃読みました。やっぱし。はい。誰でも多分通り通りすぎる絵本だと思います。絵本だね。うん。D V D は持ってない。D V D は知りませんです。前回は聴いてない。いや、俺が今でもちゃんと売ってんだけど、それはあの V H S もやってた頃だから。あ、そんな前か。ら相当前だよ。あ、そんな前からやったうん。全然知らんか。 でこの方はね、うん、1969年にね、うん、初版で350万部売れたああすごいね、うん、全然気取らない人で、うん、まあすな人だったけど、うん、まあ92歳、うん、老衰だからね大王朝大王朝うん、うん、まあ今でもね まあ宣伝になるけど瀬ナさんのためにね DVD を買ってほしいなと思って宣伝じゃない宣伝になるけどほっこりするから本当にねあのチビがお化けは怖くないこうユーモアがあるんだよ意外と面白いんだよだからそ何歳向きぐらいなの二歳から三歳二歳から三歳うん本当のチビうん俺も朗読するときに これは色気を出しちゃダメだなと思って。抑えて抑えて読んでるから、素敵な若い声だよ。色気色気。なが俺が色気っていう街なんか変なものを表現しようとかいう、そういう色気。お<ー>女の色気じゃないよ。うん、そういうい男の色,男の色気。芸に対して色気を出さないって、うん、で。宝くかるくくら開けみたいな。まあまあ近いね。 近い。<laughs> 近いのか。<laughs> そうか。いやいや。いや、ちょっとびっくりした。なくなって。今でも。うん、あの読まれてる。うん、通過した。ちゃんと覚えてる。はい、覚えてます。このわケ、うん、誰に読んでもらった。幼稚園の先生だったかな、最初。あ 俺の声じゃなきゃダメごめんなさいだから存じ上げなくてそんなのが出てるとは幼稚園の先生の声だったねうん。ああ、北太郎さんの声じゃなかった残念だったね何がプロがいいのと仕事がい幼稚園の先生だってすごいんだよ違うんだよ全然でまた自分のことになっちゃうけどえまた自分のことになっちゃうな嫌だか嫌だか嫌だかって たすんうるいな<え>いやいや俺は自分で褒めたいんだけど、うん、あの「夕焼け酒場」はい、の BS の、うんうん、土曜の6時からやってる、うんうん、あれが500回、うん、500回ってすごくとて思わない500軒行ってんだよね酒場を迎えたんだ、うんうんうん、よ。く酔いつぶれて死んでないよな500件も回ってて。 そりゃ冷静に飲んでるもん別にプライベートの飲み方じゃないもん俺の飲み方ってだよ飲み方だよ飲み方って言われちゃったらかなわないやんか冷静に飲んでるって当たり前だよここで抑えなきゃっつってねこの仕事だからね仕事だからそうだろうよこれが T シャツ作ってこる500回記念 ね、ああ本当だ夕焼け酒場って書いてありますね。うんうん、ロマ人可愛いね。わいいうん、言われ言わないと言われなきゃわかんないよね、うんなん。なんかなんなんかちっちゃくて <laughs> さりげなく、うん、さりげなく <laughs> でね。ねね、うん、なんか興味を持てよお前もうちょっと話にこのね、うんうん、この夕焼け酒場のいいところ、ね、お前喋ってないだろあんまり。 る飲んでるだけだろう、まあ。とうところが多いけど横の女の人がちゃんとやってくれてるだけでさそうなんだけどい,いるだけでいいんだよ。そ,うだそれでねいて飲んんでるだけなら仕事じじゃゃねえゃんだね一度見てほしいんだけど、うん、意外としゃべってんじゃんっていうことになると見るとそれはいいんだけど <laughs> 意外としゃべってんこのね番組のいいところはね、うんうん 大将とか女将がいるお店とか師匠と弟子がいるお店とかあるんだけど親子でやってるお店もあるけどこういう俺みたいな第三者が入ってくると普段その奥さんに感謝してるんだけど。 面と向かって言えなないいじゃない両方とも、はい、あ,ありがとうって今まで、うんうん、あなたが言ってくれたから、うん、ここまでやってこれたんだとかね、うん、それ言えないよね、うん、面と向かって普通日常でそれをね、うん、あのそういう番組が返すと素直に「ありがとう」っていう言葉を聞けた時はねその奥さんが旦那に、うん、旦那が奥さんにとか。 その言葉を聞けた時はものすごく「あこれ俺やっててよかったなと」と言えないもん普通虹を。日常それは何件に件何件ぐらいの割合でその言葉が聞けるのいやいや意識的に聞こうとは思ってないそれはもうああの変にいやらしくなるから大体、うん、いいね、うん、10件やられたら6件ぐらいは聞い,言えない 言えないんだよ、みんな、ありがとうって。なんか誘導してんじゃないの。黙るな。黙っちゃダメまあまあ。誘導も。ちょっとありだけどね。でも、言いやすくしてあげてるわけ。そういうの誘導っつうんだよ。感謝をね。だから、そういうだから、言ってくれなくてもいいんだよ。ね、そう。で、でも、照れずに言えるんだよ。俺、俺なんかがいると。だから誘導は。 ななるだけししいようにしてる、ね、<laughs> 自然にあの流れでね、うん、言えるようにね、うん、ぜひねちょっと宣伝になっちゃうけど一回は500回もやってんだから1回ぐらいは見ろよっていう感じだねまだやってるしうんまだあどんどん衰えてってるどんどん衰えてってるだよね <laughs> ちゃんと歩けてるそういうのてるピシ 接にしてな背中、うん、背中から撮ってる場合なんて不自然なあれでピシュッとそういう努力はしないとね、うん、で先週途中でね紹介したかった本があって、うんはい、あ終わりになっちゃったけどうん このタイトルがね、うん、この立花君がこう持ってきてくれた本なんだけど「うん、翻訳できない世界の言葉」って。はい、で、うん、とっても若いスイスラン、うん スコットランドかなの出身の今なスイスランドとスコットランドと混ざったスーツまでがスてるからスイスランドなんて国はねえよだってスイスランドスイスランドはねえよスイスはなんて言うんだいスイスだろスイスランドって言うんじゃないのあれスイスはスイッスイッはランドって言うんだよだからランドつくのスコットランドがいたかったんだろでも本当はうんだからその人綺麗な女の子 方の絵本なんだけど絵本になってて、うん、なかなかねまあ日本語で言えば出てるんだけどこの本には、うん、詫びとかサビ、うん、翻訳できない世界の言葉の中に入ってじゃあ訳せないじゃんだから訳すのが難しい言葉がいっぱいあるわけ、うん、じゃあ訳せないじゃんだ でも長い文章で言えばなんとなく物悲しい感じとかいろいろこうわびわびさせ説明しようと思えばできるよだっ,だって本のタイトルが訳せない言葉なんだも翻訳できない世界翻訳できない世界なんだろう、うん、じゃあできないじゃんそうそうそうできるだろうひ一言で言えないアップルはリンゴって言えるでしょ、はい。一言で翻訳できないこの「一言で」って言葉かけてるかもしれないね そうだね、ね、ね完全にけてた今確かに確かに翻訳できるよ。長くしゃべるわね。一言で。アップルをリンゴと言えないように。えアップルはリンゴと言えるよ。言えるんでしょ。だからそういうふうに言えないような言葉で。え大丈夫かよお前。お前が なかなかね世界にはね素敵な言葉一言があるんだああそれを教えてくれよそれはね何それ何えっとね俺がもう、うん、アットランダムに付箋を入れたところどこ行くか分かんないよどこ行くか分かんないってそのページが開けないでて開けるよ早く何どこ,こどれこれねはね、い、イヌイット語イヌイット語ねエスキモーの人 じゃないそそそうううくとはあるぽくっていう言葉なんだけどもう一回言ってみないいくと行くとあるぽたっていう言葉さっきと違うよ行くとあるぽたっていう意味ってこうねこれはどういう意味だと思う分かんないよそんなの分かるわけないよな分かんないこれはね一言で表現されてんだけどこの意味はね誰か 来ている,のいるのではないかと期待して何度も何度も外に出てみること。これを一言で言うの。うん行くアルポッケあるぽ <laughs> クけ。はいくアあるぽクっていうね、犬糸を。誰に向かって言うのそれ誰が。うん、誰かうだからわびさびって誰に向かって言わないだろう、うん、お前。そういう一言で。 で翻訳しづらいこと誰か来ているのではないかと期待して何度も何度も外に出て見てみることこんな長い文章がこの一言「いくつあるっックっていうんで片付け者なのよね。わみさみがわみさみで先生は。誰にも言ってるわけじゃないの。 誰にも言っそういう言葉があるっていうことは人に言ってるわけじゃないよだからそういう言葉があるっていうこと何自分で言ってんの自分でも言わないよそういう言葉そういう言葉がわびさびだってたまには人には言うけどそういうことでも人に言うとかそういうことじゃなくて一言で表せる言葉だからそれはどこに書いてある書いてあったんですよ何が いやだからそれをれは、えー、だからそれはか,か書いてだ誰にも言わなくちゃ話になんない、ね、<誰>時間でしまいました <laughs> まし。言葉なんだから。<ー>ね、もう一つしかご紹介できませんでしたね。太 <laughs> <laughs> 郎さんまた来週もよろしくお願いいたします。世界の言葉は面白いよ。明日のこの時間は高橋源一郎さんの登場です。うん